うん、別に、うん、別にいつでもいいよ。まあいつでもちょっとごめん、あの免許の書き換え行かなきゃなんねんだよ。ああそっか、そう、もう大変なんだよ大変、うん、一日作業、うん、舐めれますよ全然僕、うん、ありがとうございます。そう、まあ一応ハーフだよね、ハーフ、うん、あのなんだっけ、パキスタンと、パキスタンじゃなくて、どこだっけ、どこのハーフだっけ、クォーターだよ、あクォーターだ、クォーター、そう、ユーゴスラビア、ユーゴスラビア、ロシア、ロシア、あロシアの、ロシア、そう、ロシアのクォーター、サコタとちょっとお友達になってるから、ユズと同じだ、ユズと、うん、ユズもあれも、あれ雑誌だから、そう、ヤンデレラ、ヤンデレラ、どうも、ごめんね、ヤンちゃん、ほんと、でも、うん、純潔じゃない、純潔、ゆずと同じだから女スパイなんだよ。女スパイやれよ、スパイになっちゃったらもうなっちまったら結婚な大変ないけるよ、ロシア、そうだから、うちの配信ロシア系が多いんだよ、ゆずもロシアのハーフだし。なんかあれでもさ、ヤンデレラちゃんってさ、うん、めっちゃさ、うん、あのもうすごい、あの尽くしてる、もういい女性ですよ。でもヤンちゃんってさ、なんかすっごいさ、うん、なんかおっぱいでくさ、おっぱいでかい、美人じゃん、美人、うん、で、ヤンちゃんも背高いんだよね、確か。ヤンちゃん、それなりに。ヤンちゃんね、あの、じゃあ、もういいや、じゃあ、あの、さ、レシもいいから結婚して。レズってこと？あ、俺振られちゃった、今。秒で振られた。165だもんね。うん、じゃあ、ヤンちゃん結婚して。まあ、その結婚前提で、その、うん、まあ、結婚してやんねえこともねえよって、僕は、プロポーズを受けました。うん。うん、私がね、なんかね、ぐち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 言ってたんだよね。そう。うん、結構ね、うん、俺それは気づいてたんだけど前から、うんうん、ちょっと自信がなくて自分に、うん、でそれでまあずっと俺が流してきてて、でまあさっき LINE が来て、うん、まあ、その時俺が寝てて、うん、でかけ直して、うん、でまあじゃあ結婚前提に、うん、付き合ってやんねえこともねえよって言いました。あハーフじゃない、あのクォーター、クォーター、そうさっき、どこ住み？あ、関東、関東、うん、東京だよ。そう、俺より背低い女ってあんまいないよ、本当に、うん、サメちゃんは背低いからね。まあでも、あのほら、器がでかいから、うん、あそんなに好きなの、サメちゃんのこと好きだけど、うん、チビなのはしょうがない。ん？どういうこと？ん？あ、サコタいらっしゃい、おはよう、ハロー、あけおめ、あの、私の中大の結婚相手だよ、うん、まあ、結婚前提に、まあ、あの、まあ、この女と、まあ、付き合ってやんねえこともねえって感じです。あなた、ほどひどすぎだね。まあね。俺、まあ、そう、俺、身長98センチだから。それメートルあるだろう、せめて。メートルなかったら、もう大変だよ、ね。なんかもう、ほんとなんかさ、そう、ほんと、じゃあ何、今立ち上がってるってこと？今立ってるってこと？配信中。座ってるわ。165あるよ。私、168センチ。俺165あるよ。サコタ愛してるぞ。うん。ヤンちゃんも。だからもう俺は全然ヒール履かれても大丈夫大丈夫。俺はほら器がでかいからめっちゃ。そう体重28。もうそれ小人じゃん。ホビットやんか。うん、あのなんかでもさ、サンちゃん優しいのさ、なんかヒール履いてもなんか大丈夫って言ってる。全然全然。俺気にしないもんそんなこと。うん。全然。いやこれお前なんだその口の利き方は。おいみたいな。何？あ違うこうやってね。うん、彼女ちょっとねデート中喧嘩したなんだその口の利き方、うん、なんだお前ね目線合わせろよって下から言う首疲れるんだろ、バラハリと同じじゃない喧嘩中からね。そうだ、だからシークレットブーツはあのアマゾンの欲しいものリストに載せます、ね、やっちまうよ、やられる、やられる、やっちまうよ、サメちゃんと喧嘩したら私やっちまうよ。俺いいもん警察呼ぶから。俺はもう警察呼ぶんそうなあもうこっち捕まえてくださいって俺やっちゃうらしいです、うん、あかんガチでガチの話あれこういう台本はやんないんで絶対てか台本やんないんで俺背高いよ俺めっちゃ嫌なんだけどなんで何で嫌なんてなんか一緒になんか一緒に寝ますそれでいいじゃんねえサッコッタどういうことサッコッタサッコッタなあとりあえずもうね、いい加減に1年過ぎて、でまあ、うん、
もうね、傷もだいぶ癒えてますし、うん、まあじゃあ僕もそのね、まあ女性に言わしてしまったっていうのはあれかもしれないけど、うん、まああの僕もあのプロポーズを受けました。言わなかったってありがとう。あのね、幸せにしてもらって。サコタね、愛してるよ。あのアメ、あのサメちゃんよりサコタの方愛してるから。でもサコタね、バカだよ。そういうこと言っちゃいけないよ。サコタバカだもん。あんた、まあ、そういうこと言っちゃうのいけないって。まあまあ、でもいいんだよ、いいんだよ。俺とサコタの中だ。ね、お尻詰めちまうよ。もちろん手回してあげますよ。どういうこと手回してあげるんですよ。でも、まあ、もちろん。匂い。その後匂い嗅ぐ。なんかあのラガーマン、うん、ラガーマンな。ラガーマンかな。あれさ、なんかさ、うん、ラガーマンがさ、さ、うん、あの時の顔、うん、見たらさ、なんかすごい嫌だったんだけど。なんでどの時の顔？ラガーマン。なんかラガーマンがさ、手回しやっとってて。ああれ。うんってやつね。下唇で噛むやつね。うん、下唇で噛んでたもん、あいつ。ね、嫌だから、そんなの。もっとっつってたよ。いや、あの、普通に、普通にちゃんと普通にセックスはするけど、あの、それはするでしょ。するけど、うん、ちゃんと頑張ってやるよ。でも俺腰痛めてるからな。もう、騎乗位しかできないんだよ。あ、じゃあ、それ騎乗位しやんよ。ほんと？うん、頑張っちゃう。もう配信はもうやめる。あの、だからまあそれで、ね、それはまあ別にれ、あの、付き合うこととは関係なく決めてたんだけど、じゃあもう二人で働いて、うん、ね、あの、賃貸でも一戸建てに住んでドーベルマンとピットブル飼って修二郎を殺しに行こうっていう修二郎と闘犬させます。じゃあうちの犬とどっちが強いかっていう天下一武道会を開こうと、うん、天下一武道会開いて、あのうちの犬の方が絶対強い。うちはドーベルマンとピットブルなんで一応、はい、うん、あんな雑誌には負けませんよ。だって私飼ってる犬って結構いいんですよ。だからもうあの植えさせるから俺はね、ちゃんとしつけで、うん、もう喉笛噛みちぎれみたいな、うん、ああ、ね、いいよいいよ、ゆずも入っていいよ、うん、ゆず、私、ゆずも来るの？ゆずはロシアなんですよ、こいつは。ゆずもロシアなんですよ。ロシア系が多いんですよ、うちは。ロシア系多すぎだな。ロシア系多いんですよ、うん、あんた結婚しちゃうよ、うん、どこまでっていうか、いや本当に付き合う、それは本当、全部本当。いや、全部本当です。あの台本とかやんないんで、こんなことで。これね、あの台本見てるかもしんないけど、うん、ごめんなさい、あのね、あのね、ギャラクシーさんに一言言っておきますけど、別に裏で配信外では皆さんに分かんないんじゃない。あ、そうです。お電話は僕のあのマイワイフです。お電話患者さん。そう、マイワイフ。だからあのね、別に。うん、俺は今まで逃げてただけです、そういう現実から。うん、でだから、なんか逃げんじゃねえよって言って。そう。うん、男だろうって言われて。うん。はい。はい、おはよう。うん。こういう台本はやらない。ていうか、台本はやらない。うん、基本。やらなくても、なんとかなるもん。うん、でも、本当に好きなようにやっとなってしまったんで、よろしくね。よろしくな、本当に。うん。うん、俺についてこいよ。な、黙って俺についてくれば間違いねえから。でも鮫島の悪口は別に言って。全然いいよ、俺の悪口言ったって別に何とも思わないもん、うん、俺のこと好きなんだろうなって思う、うん、配信は分かんない、年内だね、うん、だってあなた、いや別にあれでしょ、うん、吐く気とかね、私結構吐く気とか言いまくってたから言われてるね、全然気にしないもん、だって歯かけてないもん、抜けてんだもん、かけてんじゃねえ、抜けてんだよ、抜けてんの、歯抜けなんだよ、歯かけじゃねえんだよ。それかけてるとかいうレベルじゃねえから。そう言うさ。そうなの？そう。悪口言っていいよ、全然。言っていいよ。なんか後で覚えてるよ。ママに言うから。鮫島ね、なんかね、意外とね、本気でガチでね、悪口ずっと覚えてるから。うん、まあ結構俺ね、ジメジメした性格だからね。うん。うん、俺忘れないからね。名前で言うさ、言うさんだよ。うん。だからまあ、あの、本当に。ネットから寝れるっていうか、ネットはやめないけど、配信をやめる。うん、まあ、働かなきゃなっていう。うん。私、う、も、ん、働かないといけないから、あんたと。だから俺の収入じゃ、ゆうちゃんを養うことは、まず不可能だから。だから、ゆうちゃんは風俗で、俺はセブンイレブンの夜勤。
のバイト。あのさ、セミレーのなんかバイトの方があのよっぽどお金儲けられる気がするけど。そうか、そうか。うん、いやまあまあまあ、それはまあね、冗談かもしれないけど。うち、ん、に冗談で成り立ってっからな。共働きはもう確定です。共働きです。はい、もう残念ながら。ゆうさんっておめでとうってありがとんね。ほんとね、まあ幸せにしてください僕のことを。しねえよ。え？しないよ。いや僕を幸せにしてください、うん、え、しないよ。え、どういうこと？え、私を幸せにしてくれんじゃないの？いやまあ頑張るけど、うん、それはでもあの尺度はしまい、うん、俺が幸せにするのか、そっか。じゃあ黙って俺についてこいな。あ、じゃあシャックダンスしまうよ。ん？何？シャックダンス、シャキロニューダンスしまうよ。何それ？うん？コサックダンス？うん。あ、コサックダンスじゃん。シャキロニューのダンスなの。あ、シャキロニューの、あ、はいはい。猫のやつか。猫じゃねえよ。全然違えよ。あら？そうだね。あ、ハート花火ありがとうございます。ほんとうちのなんか多分ダメだね。なんかちょっとアホンチンだね。アホンチン。いいんですよ、いいんですよ、別に、うん、まだとりあえずね、そのまあ皆さんに報告しないとなって思って、もう本当に皆さんのおかげで俺は今の生活があるし、うん、いやだからなんかもっと会員さ言ってやんな、うん、あのなんかこいつほんとダメだからね。会員？会員はダメなやつだよ、うん、こいつは。いや会員はあのねすごい、ね、小説の能力あんだけど。あんだよ、それ。小説の能力あんの？能力あるか。あんだけどさ、あんたがなんかもう目つぶしみたいな感じ、ブスブスブスじゃん、ブス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 やっちまったらさ、ほんとね、かわいそうだよ、ね、うんうん、まあね、まあ言い過ぎだとは思うけど、うんうん、2人での配信はあるかもね、これからね、うん、2人での配信したらもうあれでしょ、こっちでしょ。うちさ、片付けに来てくれる？言ういいよ。あの、ダンボールが溢れて今日ママに怒られた。まあいい加減にしろよ、レイコちゃん。レイコに、うん、あのババうるせえんだよな。そう、いいよ別に。ほんと隠す気に行ってます。あ、来てほしい。うん、隠すしない、別にいいし。あ、そうだよな、そうだよな。ほんと、もうそれは助かるわ。あ、結婚を前提に、もうまあそうですね、まあまあ年内は結婚はちょっとわかんないけど、まあ結婚を前提に、うん、うん、なんかね、私なんかすごい手癖悪いからね、感情とかすぐしちゃうの。全然俺も手癖悪いからすぐあのハケでおっぱいとかいじるよ。寝てって言う。俺すごいもう寝てる女にいたずらするの大好きだから。なんかそれは犯罪見悪さやろ、ちょっとやめて。いやもうそれは俺も手癖悪いもんだって。それは俺の方が悪いと思うよ、多分手癖。え、じゃあ私の方が悪い。いやいやいや、絶対俺の方が悪いもん。だからオカリナに感謝したことあるの、うん、まあこれはオカリナ知らないから、多分今見てたら俺殺されると思うけど、うん、なんかあのサメちゃんそれこそやってさ、うん、なんか、うん、いやとかサメちゃんダメとかって言って、うん、言ってんのになんか違うとこに出されたら普通にぶん殴るから。どういうことそれいやそれはダメだよ、あの、うん、あのカップルですよ、お幸せに、お幸せにあれね、そうだね、カップルだよ、気がするよこいつら。そうこいつら大概お幸せになりねえ気するよ。まあ地獄行きだろうね、うん、同棲からっていうか、まあいや結婚を前提に、うん、交際、うん、お付き合いを、ほら俺たちって名家だから、うん、すごいよ本当に、うん、あの結構ね格式の高い家の生まれだから、うんうん、いきなり同棲とかはちょっとね、うん、まあ寝てる女いじんのめっちゃ楽しいよな。万引きなんかしたことある？ありがとうございます。サメでした。お幸せ、本当に。幸せ、うん、本当ですよ。なります。こちらなっちまうよ。幸せになってやんねえこともねえよ。うん、なんかこれで幸せになっちまったらどうすんだわ。いや、まあまあ。いや、カインの小説は、うん、笑えるけど。ね、ね、カインさ、早くさ、続編作って。あ、なに、こいつ、そういうのまた書いてんだ。証拠にもないと。頑張って。本当に、頑張れよ、お前。名義目的じゃない。だから、あの、あくまで、あの、まあ、この家に、まあ、同棲する、二人で住むことになったら、まあ、猫飼おうねっていう。うん、で、そんで、ゆくゆくは家引っ越して、うん、犬飼って、で、修二郎と、天下一武道会。
絶対負けないから、ね。なんかバカじゃないの？え、何が？ちゃんとお金稼いで私が。うん。私お金稼いで多分サメちゃんも頑張って稼いでくれる、うん。まあ12万かな俺は月。頑張って。私100万ぐらい稼いでやるからさ。俺毎月12万頑張るわ。それで半分ずつでしょ。